スマートファルコンは日本の競争馬である。馬名は冠名のスマートと英語で早ヤブサを意味するファルコンが由来となっている。主な価値倉は東京大賞店帝王賞、JBC クラシック、川崎記念など。半兄には東京大賞店優勝馬のワールドクリークがいる。2010年2011年度、 ナーグランプリダートグレード競争特別賞を受賞。2007年10月28日に、東京競馬場で行われた2歳新馬戦で、岩田厚生騎手を安城にデビュー。一番人気に答え解消すると、2戦目の2歳500万、下の2着を挟み、3戦目の2歳500万下で、後藤広樹を背に2勝目を飾る。翌、2008年初戦は、 初の芝のレースとなる、ジュニアカップを選択。5番人気となるが、見事勝利し、クラシック戦線に名乗りを上げる。しかし、続く共同通信杯、アーリントンカップを惨敗すると、サツキ賞でも全くいいところなく再会の18着と、大敗してしまう。レース後、美穂・畠山よしひろ社から立党、尾崎県9社に、天馬屋することが決まり、 グリーンウッドにリフレッシュ放牧に出された。天馬屋後、再びダート路線に転換すると、交流重賞のジャパンダートダービーでサクセスブロックンの2着に入り、改めてダートでの能力の高さをうかがわせた。続く、初のコバゼーとの対戦となった、KBC 杯で鮮やかな逃げ切り勝ちを収める。これが、最後の JRA 開催の競争への出走となる。 10月7日に、金沢競馬場で行われた白山大賞展でも、スタート後浜に立つとそのまま勝利し、初の重賞制覇を果たした。なお、この勝利は、ゴールドアリュール3区、長教師の尾崎健ともに交流重賞初勝利となった。続く、JBC スプリントでは、ダートでは連帯を外していないことから、初 JP2 制覇の期待がかけられたが、 逃げる2番人気のバンブーエールを最後まで捉えることができず、1馬審査の2着に敗れた。この後は賞金を満たしていることから、ジャパンカップダートと、彩りの国浦和記念の両睨みであったが、後者を選択。11月26日に行われたレースでは、重馬場も苦にせず、2着のアンパサンドに7馬審査をつける。逃げ切りで、中傷2勝目を挙げた。 さらに兵庫ゴールドトロフィーでは、これまでの実績から単勝1.0倍の断然、人気に押された。レースではスタートで出遅れ後方からとなったが、最後の直線で後続を突き放し2着に4馬審査をつけ、交流重賞3勝目を挙げた。第21回ブリーダーズゴールドカップ2009年初戦は、2月11日に、佐賀競馬場で開催された佐賀記念から始動。 ここでも天から花に立つと楽に逃げ切り、未着に四馬審査の圧勝劇で、単勝1.1倍の人気に応え交流重賞4勝目を挙げた。続く3月25日に行われた名古屋大賞店でも、大外ワークながら、花を奪うとそのまま逃げ切り、未着に半馬身先着し、圧倒的一番人気に、ここでも応えた。 続く5月4日に行われた柿つばた記念でも、スタートから花を奪うと、直線に向いて、さらに、リードを広げ、当選ブライトに5馬審査をつけて、圧勝、交流重賞5連勝を達成した。続く5月27日に行われた先玉杯では2、3番手追走から、4コーナー付近で先頭に並びかけ、バンブエールに1馬審判差をつけて、優勝。 交流重賞6連勝となった。その後、7月20日のマーキュリーカップでは3番手で、レースを進め、4コーナーで逃げるマコトスパルビエロに並びかけたものの、最後の直線で4馬審査離されて2着に敗れ、交流重賞7連勝はならなかった。その後、8月13日のブリーダーズゴールドカップでは2番手追走から、直線抜け出して、解消、2分2秒2の、 レコードタイムで、交流重賞発勝目を挙げた。休養を挟み、連覇がかかった11月25日の浦和記念に、圧倒的一番人気で出走。いつも通りに逃げるものの直線で失速し7着に、敗れ、ダートで、初めて掲示板を外す結果となった。第56回東京大賞典2010年初戦は、連覇のかかった5月3日の柿津つ記念。 スタートから積極的に花を奪い、最後の直線でも脚色も衰えることなく、逃げ切り勝ちを収め連覇を果たし、重賞9勝目となった。続く5月26日の先玉杯では3番手追走から、交渉面半ばで先頭に立ちそのまま、ゴール、前年に続いて、連覇を収め重賞10勝目を挙げた。2008年 JBC スプリント以来の交流。 ジェープ挑戦となった6月30日の、帝王賞では3番人気で出走したが、フリオーソの6着に敗れた。9月23日の日本テレビ杯では、岩田光生が、落馬負傷したため、竹豊とのコンビで挑んだが、金量を2キロ重く背負う勝ちうま、フリオーソに対して全くいいところを見せることができず、3着に惨敗した。 11月3日の JBC クラシックでは再び、竹豊とのコンビで挑み、大外枠から果敢に花を奪い、道中は終始楽な手応えで進み、4コーナーでは、束が手応えがいっぱいとなる中、直線で後続を突き放し七場審査の圧勝で、GI 初制覇となった。続く、裏は記念でも、一度も花を譲ることなく逃げ、直線に入ると無を入れることなく、 タバを突き放し、6馬審査で圧勝した。クレノー一番の東京大商店では、後発した、振りーソから花を奪うと4コーナー付近からの、スパートで後続を振るい落とし、ワンダースピードが持っていた、従来の日本レコードを0.6秒、コースレコードを1.7秒上回る、驚異的なレコードタイムを樹立して勝利した。2011年初戦は5月2日のダイオライト記念。 スタートから主導権を握り警戒に逃げ、直線で後続を突き放し8馬審査をつけ圧勝した。この勝利でバーミリアンを抜き、JRA 所属場でトップの10勝14勝となった。6月29日の帝王賞では、序盤から主導権を握ると直線でも後続を寄せつけず、エスポアールシチーに九馬審査をつけ圧勝した。 9月23日の日本テレビ杯では、序盤で先手を奪うとそのまま逃げ切り後続に4馬審査をつけ圧勝した。11月3日の JBC クラシックでは馬なりで先手を奪い、トランセンドに1馬審査をつけ、逃げ切って連覇を飾った。クレノー1番の東京大賞店では先手を奪い、軽快に逃げ抜群の手応えのまま直線に突入するが、 二番手につけた、ワンダーアーキュートもしぶぶとく食い下がり、ゴール前で、デッドヒートとなったが、写真判定の末、花さで勝利、連覇を飾った。2012年初戦は1月25日の川崎記念。コースタートから、すんなり先手を奪うと直線でさらに足を伸ばし、後続勢に四馬審査をつけ、従来のバーミリアンのレコードを2秒上回る2分10秒、7の。 コースレコードで圧勝した。トランセンド、エーシンフラッシュとともにドバイワールドカップに招待された。3月31日のドバイワールドカップではゲートが開く前に飛び出そうとし、ゲートに顔面を強打。ゲート奥に下がったところで、ゲートが開き、スタート直後に足を滑らせた上にそういうシンクから、不利を受け、後方からの競馬を強いられ10着に終わった。 帝王将については、調子の回復が思わしくないことから出走を回避した。その後は、放牧に出され、8月に帰級して、復帰に向けて調整されていたが、施設に、検証炎を発症したため、引退することとなった。引退後は、八代大スタリオンステーションで、種ボ入りする。重症19症は2021年に、活撃キトキトに抜かれるまで、 国内の平地重賞の最多勝利記録だった。新種ボバとして2013年から種付けを行っており、初年度は60万円で164頭に種付けを行い、種付け数は135.141と推移。2016年から初年度3区がデビューした。同年4月の浦和のドリーム CH でシェナトーコンが勝利して3区初勝利。 同年7月の札幌新馬戦でビーチマリカが勝利して JRA 初勝利。2016年の多熱決数は181頭に増加した。翌2017年の4月にスターレーンがサガル・プランタニ賞に勝利して重賞初勝利。同年の7月に森岡の早手スプリントにダンストリアンが勝利。 しかし2年目以降の3区に活躍場が出ずに2017年の種付け数は101頭に激減。2017年12月3日、ヤシロ大スタリオンステーションからレックススタッドに移動した。翌2018年も種付け数は64頭まで減少した。2021年1月24日の東海ステークスオーベルニュが勝利し、 三区の JRA 重症初勝利となった。その他、近親は、主に四大母亡きよりなから広がる、メス系から排出されている。ありがとうございます。